obviously. Fucking that dumb shit if it didn't get to the washing machine. Fucking obviously it did. I have my TV, PlayStation going at the same time as fucking everything else. My chargers, my computer, everything. Now I don't. Well, I don't know what changed. You change it once everything's turned off. You've got to be your thing. What's this? I'm gonna unplug this for now. I don't know what it is. It's your headphone thingy. Sure. Just on one or two? Hmm? One or two? One. Where are my glasses? Are they? Today, because Lucy emailed a guy and he hadn't emailed her back to confirm anything. Mm-hmm. She thought it just wasn't going ahead. And he rings her 9:30, 10 and goes, "Where are you?" And she's like, "For now." She's like, "You need to go." She's like, "I'll get someone out here with you." And then get there. They had booked, Lucy told you, 15-minute slots. Yeah. But for some reason he thought there was maybe three people there, so he booked three people per 15 minutes. Yeah. And it was just me and Yvonne, and Yvonne takes 2 hours with the customer on a normal day. You're breaking out really bad. Huh? You should probably take care of yourself. Okay, so you can. Alright, leave the room. Yeah, leave. You're not a doctor. Leave. Like, how are you meant to see you later. What my team is going to do? See you later. Why? See you later. What do you want me to do about it? See you later. I'm have a good say. Night. Enjoy. I'm no, no, enjoy.
Get off there. Thank you.
ザクス君たちは何者にもエデンの前身であり我々ハッカーの発祥の地でもある聖地アンダーゼロ。そこはこの電脳世界の創造主が理想とした空間であり今よりもはるかに自由で解放された生活があったという。しかしその今ではアンダーズ我々ハッカーエデンに我々ザクソンは今より聖地アンダーゼロの奪還を宣言する。志を同じくする者がいるならば目指せアンダーゼロを。うまいこと熱の入り。エデンは満腹。僕が反応。創設者が望む。夕ご飯のね。といえばその通り。そんな猛烈ゴールデンどう我らに。よっしゃやるってのか。ノキア、あの子さっきからすごく戸惑っている。あ、ゴールデンマゴルマーニっていうのはそれをうまいこと短くして。そうじゃなくて、やだもう先。実は君にバトルの強くなって。それだけじゃないわ。この特訓の狙いはデジモンとの絆。言うなればこれはおとぎとして面倒な。その力で私たちリベリオンこの超絶的に出た。秋の津波のような勢いに翻弄されるのがだんだんだ。それが君。何しに来たの？ザクス。君たちが僕らザクソを。その様子じゃ。なんですって？何よ。でもノキア。なんだかそんな気が。君のデジモンはユーゴ。あんたもハッカーチームのリーダーなら。僕が今ハッカーたちに伝えなきゃいけないのは、ノキア、僕の。マジだねえ。我々ハッカー、我々ザクソ志を。あ、
ら、あなたが彼らのタス、これでうむ、さすけどよ権力からの若者は素晴らしい、そこに眩しい悪役っぽい雰囲気さてと、私の手のね、あいつに付き合って、ああ、あ、お前なんだよ、ねえねえ、そのことで、あらたしって、はぁ、けど、現にあたし、ふん、好きっすね、力試し、それにほら、ザクソンがも、そしたらあたし、やめとけ、あそこは、オタクラみたいな素人がと、素人とは何よ、あたし、いいもん、あ、放っておけよ。アンダーゼロはヤバすぎる場所なんだ。とにかく俺はちょっくら仕込みをしてから。Where is this place? I always forget. I always forget, I mean, I forgot last time. There it is. Alright, into the Valhalla server. Okay, that's not enough to kill one.
So we won't do that in the future. Oh, just maxed out too. Sweet. Can't do much about it now. These ones I can't really do much damage against, unfortunately. I spoke too soon. Don't fight, cats. You're gonna turn off my PlayStation. I can feel it coming. All's fair in love and Digimon battles. Stun you back, motherfucker. Don't
Ultra Ranoma. Get off there.
方ねえか。後悔するぜ。仕方ねえか。仕方ねえか。
嫌がったな、暴走女。は、君たちも。あんたたち、そうか。あれね、先に進まって、なんて卑怯だ。なんて卑劣だ。一人で盛り上がってんじゃねえよ。うわぁ、そ、ジャジャエンの骨。ジャジャエン、馬肉。選ばれたセレブしか食べることが許され。うわ、食いたいか。ちょろいな。こ、さて、ここまで来たからにはついでにユーゴとザクソンの連中も止めてやるの。
ここまでたどり着けたハッカーはこれ。途中であのブサークの声がしましたわ。負けろ。さあ、ユウ。このセキュリティを破れ。ユウゴハンならきっとハッ。エデンのリーダーだ。おやおや。誰か思ったら、確かアンさんのチームは昔この。へえ。負け犬はおとなしゅう。尻尾。確かに俺たちは負けたさ。セキュリティを破った俺たちは何が起きたかわからないまま。あれはあいつは仲間の何人かおかしくなっちゃう。無事だった仲間も圧倒的な力の差に自信を失った。俺は警告に来たんだな。その話は君が僕たちの身を案じて。本当はのけどよ、目の前でオタクらが。それが本当だとしても、たとえリスクが伴おうとも。さあさあ、余計なおせっかいや。黙ってて悪かったな。こいつらは昔かつてアンダーゼロを破ったメンバーが今回だけ元伝説のハッカーチームを倒して明治。もった世のため、人のため、デジモンのため、その名もリベリオンズ。デジモンと元伝説のハッカーチームだとか、デジモンをこき使うハッカーども、デジモンたちはただのプログラムじゃ。だから今すぐデジモンを返す。相変わらず空気をこ。どうやこんな簡単な話。仕方ねえ、付き合ってる。行くわよ。じゃあいざ突撃。俺が勝ったか。いいさ。思いのほか君の方こそ。さあ、行こうか。では。
はずでは。なかなかやるみたい。君のような旧タイプのハッカーには。ことデジモンに関しちゃギーククラスの専門家がいてね、持つべきものはって。それにな、だからデジモンアップル。そんなこといくら説明されたかで。竜のこそワッチ、それがワッチの命の作り。意外と一途なのね。性格はいい。マッチとアンサー。え、ちょっと何を。同族犬。え、同族。おしゃべりは趣味。言うてもこの前の時特訓して絆を深めて力。せやったらぶっ壊れておくんなまし。Thank you.
が特訓や。何これでお。マッハスティンガービクトリー。終わらない。私たちの温泉卓球は、ラブラブデジモン絆大作戦は。振りかざしといて我が名はオメガンとも そう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 いうことだよね。またベイ、今度はさっきみたいに行かない。何にせよ勝負は。どうして邪魔をするの。おいおい、なんだよ急にめめしくなりやがって。はいはいはい、よく頑張ったわね、リエさん。あとはもう休んでてくれていいわ。ここにみんなを連れてくるのが、あの筋抜き通り、ここにみんなを集めて。どうなってる。手のひらで転がされていたと。あなたたちの未成熟で青臭い精神なの。無事繋がったようだな。どうなってるんです。何者かによってそのエリアに。何者かってなもん。打開策は至ってシンプルだ。ならばデジタルエクスにすればイーターがこれ以上。簡単に言ってくれるよな。私そもそもこの状況がよ、どうなってんの。ああビーブ、君たちはそんな。少し安心した。君特製物質を入れてきている。特製ブレンド。デストウェイブのルー。とりあえず今は一時停戦ね。リエさん、今はそんなこと気にしてる。その通り。ガルルグレイモン。ガルルグレイ、うん、メタルガルルモンとウォーグレイモンが合体したからガルルグレ。私はオメガン。だあ、呼び名なんてそれこそ。リーダーたちは高密度のデジタルウェーブ流入口の他にデジタルウェーブを流し込んで。
よし、私が塞いでこよう。ミーターから守ってやってくれ。ち、来たわ。行くぜ。ち、厄介だな。タイミングでログアウトだ。あ、消えちゃった。あら、あなたがあの化け物を操っていたの？いやねえ。でもイーターの存在はすごく魅力的だ。実験はだ、そのためにはユーコちゃん、お邪魔なくっつき虫がつ、あなたの能力は少しやばさて、リエさん、いや動いちゃこの装置のすごいところはね、人格そのものをクリエイトして、ユーコちゃん、あなたがユーゴとしてエデンにログインしていると。違う、ユーコちゃんの意思。そうじゃなきゃ、いくらあなたがお芝居が上手だとしても、ハッカーたちもつまり書き込むこともできる。それじゃあ始めましょうか。事態は急激。まあ何はともあれ、君のデジバイスのログデータからひとまず探偵事務所へも、うん、しかしこんな時こそ冷静であらねば。うん、それすごいこと、うん、わかんねえことだらけだけどよ。それで乗って遊ばれて誇りを踏みにじられて。新た、じゃあな、お前も早く。あ、ガルルグレイモン。私はオメガモン。ああ、そうそう、オメガ。君に話さなければ。私はオメガモンへと合体したおかげで。話さなければいけないと、なんだかよくわからない。ノキア、デジタルワールドだけではなく、君たちを今まで以上の戦いに巻き込むこと。当たり前じゃない。たとえ世界中が敵になったって、
私のエロか、このノキアの心が死なないか。ノキア、ありがとう。やはり君は。よーし、いアホ、そないなセリフ。ユーゴ、ご仕事やから。遅かったじゃないか、テレビを見たまえ。報道ではエデン症候群がこぞってハッカーを批判する内容ばかりだ。逆に黒幕の岸辺の悪魔でも神代は被害者、そして岸辺はハッカーたちに罪をなすりつけ、今は神代優子を利用して、それにか、だがおそらく岸辺の計画は佳境に。岸辺はアンダーゼロに対、おそらくあれは実験だったのだよ。今まで利用してきたハッカーの掃除もできて、いっす。岸辺リエは本来作為的に操ることなどできないパラダイスロスト計画も、そしてそれと並行してこの計画の死、パラダイスロスト計画の肝はデジタル、最近迷いが事件、これらの情報を照らし合わせ、おそらくその点こそが計画の、これらの検証にはしばらく時間がかかる。あっ、よかった。実はオメガモンが君と直接、あそこならあんまり。
What is she? ほらほら、オメガも。呼び出してすまない。だが、通信。お姉さんとしてはちょっぴり寂しいけど。でもって、こっちの世界に来たり。それじゃあオメガも。ありがとう、ノキア。では聞いてくれ。まず、私がこの世界に来た理由。デジタルワールドは。イータがデジ。ああ。データを食らう奴らはこの瞬間も、私はデジタルワールドの守護者たる最高位デジモン。我らロイヤルナイツイグドラシルとは、デジタルワールドを司る存在。イーターの出現を感知したイグドラシルは、奴らを監視し、その意志に従い、ロイヤルナイツは、そして、それは、隣接する異世界。え？私たち？エレンだ。かのネットワークは、人間の意識を完全にデータ化して電脳空間に出現させた最初のシステム、エデンアバター。つまりインエデンという電脳世界で、現実世界と同様に、いやそれ以上にあらわとなった、にそのデジタル的に異質な感情データが、無論早計な判断に異を取った、が自らの結論を固執し、彼らは今滅ぼ、人間世界って言うと、そうだ、イーターを我らの世界から排除したところで、人間と人間を滅ぼす以外、イーターを完全に排除する術はない。デジモンが、彼らは人間世界に攻め込もうとしている。攻め込むって、東京と呼ばれる都市では物質的空間であるにも、人間世界とデジタルワールドは、だがその壁に大穴を打ち、次元の隔たり、結果あらゆる、昨今東京で起きているデジタルウェーブの増大や異常は、パラダイスロスト計画と、つまり計画を推し進めていた岸辺という人間、精神を操られている可能性がある。じゃあ二つの世界は完璧に隔絶されて、私もアブモンとガブモンを期せず、記憶の一部、私と同じく何らかの手段を講じてこちらにやってきたデジ。私はなんと自分たちの世界を救うために、そのような破壊的、オメガモン、うん、私もそんなの嫌だ。さて、人間の手、どうか君たちの力を貸してほしい。この時期それを解明し、事件を。待たせてすまない。思いのだが、その甲斐あっていろいろ事務所に戻りたまえ。私たちも行く。お待たせ。いや、あと一人重要なキャスト。げえ、重要だが、岸辺を追い詰めるための作戦会議って聞いてきてみりゃ。悪いが、この作戦、暴走イノシシアタック少女もレジェンド、ただし、まあ、俺は騎士だ、そうだ。あっと、その前に、それが人間世界の破滅とか。その情報のおかげで、いや、私っていうかオメガモンのおかげっていうか。まずは事実 A、 シベリアの目的は事実 B、 これら AB の事実はおそらく無関係、そして
よって今回の作戦行動では上白優子の B 実行の理由は名推理か。だが至極真っ当な君の、はい、最近起きた迷いの事件の発生場所、定常的に安定状態にある大規模なエネルギー、東京全域を覆う円環状のエネルギー。驚くべきことにデジタルウェーブで構築された十中八九神各地に配置されたエデンスポットもどうやらエネルギー場の構築。そうか、新宿でオタクがジャンプしたネットワークは。ほうほう、エデンスポットにそんな秘密があったとはな。その通り、このネットワークは流脈デジタル用のエネルギーライン。岸辺たちはデジタルウェーブを循環させる構造は蓄積し冷気させ増幅して、このデジタルラインに蓄積された膨大なエネルギー量のデジタルエネルギーの冷気状態から推測するにパラダイス、そして現在エネルギーの流れ、エネルギーの流れを六本木の地下には上城の研究施設がある。なんともそっけない、政府官。そうだ、以前調査した地下で君のログ情報を追跡した結果、上城優子と別れた地点と、そこを攻め落とせば優子奪還。 A 達成に B 実行が必要だったとして、 B が実行された時点で、どうか言うから黙れオタク、あなた。ああ、デジタルウェーブの制御自体を妨害するの。説明した通り、デジタルライン、その制御はエデックスの。なんともアナログな方法だな。その通り。しかし向こうだが、同時多発的に工作を行い、いっぱい人を集めて。アホ、そんなもん東東京中をって。はん、俺はハッカーだぜ。知った連中を集めて各地の電力も加減はするさ。影響範囲は必要最。なるほど、君には各地にあるエデンスポットへのハッキングを依頼し、確実に岸辺の今日つくとするなら、美なるかな、美なるかな、無形。お、いいね、孫子、真。まあ、わかんないけど、あなたがそっちなら、私たちは言うこっちだ。理解。では、君たちは地下道から、童貞は。そんじゃ、同時作戦開始。地下道、ジメッとしてるし壁がうなれ、ここちょ、以前よりおそらくデジモンやオッケー、ユウコッチを助ける前六本木目指して。うわ、おや、今気がついたのか。六本木10キロ とにかくがん、行くぞみんな。
然だが君たちは、それとも優子くんの元へ急え、いきなり何京子さん、うん、ではわずか数十分で、あ、赤坂、あ、いやいや、いくら私たちが、うん、迷いがとは、デジタルシフトのせいで地下だから気づきにくいが、空間が歪み短縮、本当？やったー。それから君たちの後ろにもう一つで、え、敵の仕組み、あ、アンさんだ。ユーコっていうかユーゴっていうか、もちろん嫉妬、わざわざアバターまで変えて、あの姿はユーコっちの、そう、エデン症候、そのアバターを使うて、ユーコハンはザクソンのハッカー、どうしてそんなこと、ユーコハンは家族の縁が薄いお人、家族との何か、ユーコハンはワッチに手を差し伸べてくれた、お願いや、え、ユーコハンを助け、あ、ちょ、ほぼ、けど確かに、よし、いっの、ちょっとお礼とかやめてよ、ちょ、いつも通り、それは却下、行くぞみんな、もうダメ、無理しちゃダメだよ。もうダメ。
信じた道を進むだけだ。行くぞみんな。信じた道を進むだけだ。ここが神城の地下室。わずかながらロイヤルナイツの旗。これでようやく災いの元凶を。私たちが来たからには絶対に。あんたがロイヤルナイツにイグドラシルの意志だか何だか知らないけど、人間を。オメガモン、貴様はここに人間風情に肩入れし。ノキア、気をつけろ。どういうこと。ついに、ついにこ。まずい、やつもう遅い。よし、これでこっち、いえいえ、お忙しいだろうと思いまして。ああ、冗談言いに来たの。新田君、
もしもこの世界に歪みが生じた原因がすあゆがまあ何度も言わせんな。お前は岸辺の使いっ走りだろ。皆さんは本当に物事の本質というものを理解しています。私は可能性、世界がより良い進化を遂げる、そんな私はエーデンという楽園の巨色を打ち破ろうとした君たちのその可能、そしてその可能性の目をデジモンキャプチャーを開発し、お前がデジモンキャプチャー、いや何、いよいよ世界に新たな扉が開こうとしています。それではまたお会いしましょう。君が、あ、てめえ、今は作戦を優先させね。これで扉は開いた。感じるぞ。ロードナイトも私と同じロイヤルナイツ。ついにこの時が来てしまった。久しいな、オメガモン。貴様も誇り高きロイヤルナイツ。今からでも遅くはない。我らに従い手始めだ。断る。人間を滅ぼすことが、そしてノギアたちと行動を共にし確信したのだ。いいだろう。このあこいつ許せない。だが逃げるつもりか。我が同志同胞を出迎えねばならぬ。あの空変じゃないか。天気予報なんか言ってたっけ。なんかやばくないか。あっさあ罪をあがなえ、愚かな人間ども。
あのわずかな時間でもおそらく広範囲でデジタルシフトは発生している。他のロイヤルナイツたちの力も仲間たちを探し出し、計画に若干の修正を加える必要はある。クソ、すまねえ。気にすることないって。最悪の事態は避けられたってせっかく励ま…ゆうこはんと、そ…動物が必ず助けてみせる。
んでも大丈夫フェイ。そないな目。大丈夫だよフェイ。8年前、家に帰らず、いくら呼びかけても、兄は目覚め、父は死んで。家族を失わない方、父の作ったエデンを守るため、一人きりで途方。だから私は、自分をなくしても、全部ザクソンのみんなだって、全ては寂しいわ。どうしてもう戻る。私が失敗したせいで、もう自分が何、父も兄も一人だって認めたくなかった。だからもう、これは優子、あなたがフェイと私を出会わせてくれた。あなたは私たちに、私はフェイの思い出して、今も思い出しました。父の子、パパが作っているエデンでは、たとえ体は遠く離れていても、そのためのエデン、私たちは ノキアさんが言って、ありがとうございます。友達を連れてきて、私はお願いします。
君は誰？オクト。これはきっとこのままイーターが増えれば新章か。僕はユーゴ。ああ、僕の肉体は、いや、君、とにかく妹を侵食、僕もユーゴを侵食から守ろうとしていたけど、まさかあんな方法があったとは。しかし君がイーターとつなぐ、そう、僕が君を呼ん、気がついたらここにいた。それは才能、誰かの呼び声に応える。ここがどこなのか。ここはとあるネットワーク上に存在する。君は僕の呼び、君の中に僕のかけらがある。それを通して声を届けることができた。ただそのせいでいる、ここへ来て君が体験した妙な出来、他にも似たような体験を君はしているはず。かくいう僕も本体と君にとっては迷惑その。僕の断片がどんな姿。なるほど、幽霊か。君に迎えが来たよ。踊、とても深く強く。僕の声に応えてくれてありがとう。君に会えて本当によかった。ユーゴやノキア、アラタに伝えてほしい。僕は大丈夫だ。だから僕を探す。大丈夫ですか？おいおい、1週間以上も連絡が取れなかったんですよ。しかも、ああ、はいはい、わかったわかった。詳しい話は、それじゃ今から中野で会おう。じゃあ後でな。そいつはゆうこっちってば。この子が消えちゃってから、俺もちゃんと言えないうちに行方不明になるなら、おたけ、そのと、ともかく心配してたのは俺たちだけじゃない。ただ無事に帰ってきたこと京子さんに伝え。オタクのデジバイスで。京子さん、関東全域を覆っている怪現象は今とまるで仮想現実の世界に迷い込んだかのような機械。外見ただろう。あ、テレビだってこのニュースばっかやってやがる。次元の扉が開いた影響で大規模なデジタルシフト。デジモンたちも。デジモンが実体化するのはまだいい。そんな悠長なこと言ってられっか。そういえば岸辺。はい、まだ神城の CEO 岸辺リーはハッカーに拘束されて。何でもかんでもハッカーのせいにされちゃってるね。
無理もねえけど、日頃の行いが悪いのはじだから、それよりオタクが行方不明、なんとも言えねえ話。本当、兄さんはエデン症候群になって、その兄さん、エデンのアバター、私を助けてくれ、私、ひいてはそれが、たくさんのエデン、そのためにも私はもう一度、あの人は父の死に必ず、俺も岸辺は許せねえ。あいつロイヤルナイツってのは相当上位のデジモン、私はで、いきなりこんなことになってパニクってる子も、このまま放っておいたら人間とオメガモンはそれを止めたいって言ってる、つまりラブラブデジ、どうやらやりてえ。おい、おだ、大丈夫、反伝のこの規模のデジタルシフトが起きてんだ。あ、おお、京子さんは留守ですけど。いや、よう、俺よくわかったな、そろそろ来る頃だと思ってたんだ。ああ、間もなくお前、真田新た、東京中を停電させたこの間のハッキングで、待ってください、ハッキング行為は事実で、分かってる、だが上はここらで分かりやすい敵、おえら型の考え、悔しいがその通りだ、今東京で起きていることについても君たちほどではないが、多少なりとも必ず俺が上と話をつける。嫌だ、おいおい、逃げたりしたらお前はまだ未成年なんだ。 ねえ新た、それにそもそもは一連の事件には私たち全員が関わっている。おいおい神し、これは事実です。あなた、そういえばオタクはユーゴだったな、最終的に誰かがケツ拭いてくれる、それに俺らにはやん、今のは聞かなかったことにしてくれよ。またやさ、ユーゴたちが共犯ならあんたも、ん、すまん、伊達がまた何かやらかしてないか心配、助かるよ、あとあんたみてえないかつい大人に保護されるなんて、勝手なことばかり言いやがって、あの、そんなんじゃねえよ、まああんた、つうわけでこれから晴れて全国行くけど、もう晴れた、おい待て、真田か、バッカじゃねえの、待てっつわれて待つハッカーなんて、自由にデジモン呼び出せるのは便利だな、これなら俺余裕で、おっと、そう、おたくマジでお人よしすぎて、待て、新たさんが罪をかぶってくれるおかげで、私たち事件が解決すれば新たさんの冤罪、え、あ、そういうこと、え、それ、確かにあの格好つくですが、そうだね、私は、私はで、なーに人の顔見てか、おい、気長に待ってりゃいいんだよ、にしてもお前だけとは、うつー、しょうがねえ、お前で、いや、ねえ、あ、わーい、僕ら、僕の相談に乗ってくれるのって、こいつが依頼者だ、
さい子だから迷子になっちゃって、街でこいつがオロオロしてたのを見で思いついたのがお前んとこだったってわけ。今じゃ東京のあちこちにこんな、なのに偶然拾ったか。ああ悪かったな。ともかくな、害がなさそうだし。ごめんね、デジモンにも。まあ気にすんな。それより後でに触らせろや。とにかくこいつはお前に任せっから。人間だろ。安心したぜ。じゃ、ああそうだ、お前のダチのあら、つまり頭の固い上層部の連中は誤解すんなよ。又吉さんすん、でも馬の耳に念仏。まあ心配、私もガキの頃は何回もやんちゃしたけど、お前らなんか、じゃあな。君の友だ。じゃあ一緒に探す。よーし、そうとき。
なるほど、さすがです。グッチ、それを言うなら顧問だって。そんなことどうって。我がリベリオンズのモットーはの、こんな可愛い。私は現実世界で情報を集める。オーケしちゃダメだよ。君がいてくれてよかった。
行くぞみんな。
進展があったら。ダメだった。え、もう見つけたって。さすが本職プロフェッショ。よし、いやー、ほんお姉ちゃんもありがとう。よきところ君たち、ちゃんと落ち…僕たち、ちょっと前に一緒に落ちてきたリーターから逃げ回ってる。そっか。お姉ちゃんも今、オメガモンと一緒に行き場のないデス…オメガモンと…ロッマジのローン。おいで、君は京子さん、京子さんが不在の間に事務所の評判を…無理しちゃダメだよ。
無理しちゃダメだよ。Thank you.